いやー、かなり飽きの強い女の子でしたね。朝ドラの世界から飛び出してきたような女の子でした。さて、次のお話はと、登山を楽しむ4人組の話みたいですね。どうやらしりとりをしているようです。他にもいろんなゲームをして時間を潰す3人ですが、それとは別に1人だけ輪に入らずイライラしている人がいますね。なぜなんでしょう。僕、運動の類って苦手なんですよね。体力とかないからすぐに泣いてしまいそう。もうね、号泣、号泣ですよ。ファニーボーン、キャプション4、雪山。仕返し、資料、恨み、道連れ、霊柩車、謝罪、遺書、消去、恐怖、不幸、牛蜜時、気がかり、離婚届、嫌悪、落とし穴、南無阿弥陀仏って、おい、つ罪、ちょやめてくんない、その気が滅入るしりとり。こっちまでブルーになるわ。いや、やることないしな。おとなしくしてればいいだろ。いや、それじゃつまらないよ。状況を考えろよ。だって何もしないと眠くなっちゃうし、うん、あ、そうだ、山手線ゲーム、山手線ゲームやろうよ。いいね。お題は何にします？あ、じゃあね、血液型は？はぁ、あ、オッケー。よし、じゃあいくよ、せーの。 B AB A Oシンマケー。お前ら全員バカなんじゃないの？シンマケーじゃねえよ。なんで4つしかないものをお題にすんだよ。もっと選択肢の多いものをお題にしろよ。数字多すぎるわ。今度無限に選択肢あるよ。じゃあさ、ヨネダがお題考えてよ。そうですよ、ヨネダさんも一緒にやりましょうよ。やだよ。つうか横で騒ぐのやめてくんないかな。いいじゃん、一回ぐらいやろうよ。そうですよ、大阪だけど山手線ゲームしましょうよ。分かったよ、やるよ。その代わりこれで最後だからな。あ、じゃあお題は世界の首都。おお、マジか。むずいな。その首都って字は、あの首に都っていう字で合ってる、合ってるよね。いや、うるせえな。それ以外首都ってないだろ。柳、それ首都だ。俺はとっとと終わらせたいんだよ。やだよ。じゃあ行くぞ、せーの。ワシントン、ソウル、東京、シンガポール、モスクワ、オニアラ、マジェロ、ベルリン、ブラジリア、ザグレブ、タシケント、ポートオブスペイン、北京、ヌアクショット、クルンテープマハナコン、アモラタナコーシー、マヒタライタラ、マハディロックホクノプラット、ラージャダニーブリードム、ラージャニュエト、マハサタン、アモンピマン、アワタン、サチトサカタチア、ウサムカンプラシット。何それ。マヨネダ負け。ヨネダさん、何言い出しっぺなのに負けてるんですか。シンがなんか長い呪文みたいなの言うからさ。クルンテープマハナコン、やめろやめろやめろ、それだよ、それなんだよ。なんで知らねえんだよお前。バンコクの正式名称だろ。だったらバンコクって言いやいいだろ。あとリズム無視すんなよ。つうかお前らどんだけ人に詳しいんだよ。そうかな。ヌアクショットってどこの国の人だよ。
これヌアクショットはモーリタニアの人だろ。モーリタニアってどこにあんだよ。なんで知らねえんだよ。ウケるわ。山手線ゲームを数字でやろうというやつに俺は笑われたくねえよ。もう疲れたわ。頼むから静かにしてくんないかな。でもさ、こうやってみんなで山登るの久しぶりだね。急だなおい。てかさ、竹内さんも疲れたでしょ。いえいえ、こちらこそ無理言ってすいません。雪山に登りたいなって頼んでしまって。でいいんだよ、俺たちも男だけのむさ苦しい山登りなんかよりも女の子がいる方が楽しいしさ。いえいえ、私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとうございます。この時期ね、一人で雪山登るのって結構勇気いるし、まず素人が一人で行くものじゃないから。あ、つっても俺たちも大学の登山部だったけどな。まあな、まあ、でもさ、何の知識もないやつと一緒に行くよりはまだマシだろ。そうですよ、こうして無事に登れましたし、本当に感謝ですよ。あ、でもね、登れたのは竹内さんが根性あるからだと思うよ。いえいえ。そういえばさ、竹内さんって柳と同じ会社に入って1年目だっけ。はい。なんか1年目とは思えないぐらいしっかりしてるよな。そうですか。それはね、俺も思った。やめてくださいよ。それに比べてさ、同じ年の頃の俺らって言ったら勉強もバイトもなんか適当にやって毎日毎日遊んでばっかだったもんな。ひでえもんだよな。あ、そうだ、で確か米田もその時女に二股かけたりひどい別れ方ばっかしてたよね。昔の話だろ。最後に俺らは山登ったのって確か大学卒業する時で、登山部のメンバーで一緒に登ったんだよ。そうそう、確かさ、その日がたまたまエイプリルフールだとかなんとかで騒いでさ、天気も今日みたいな日だっけ。あれから4年になるかな、卒業して以来。もう就職してからめっきり会う機会減ったよな。 あ、そうだ、小川真希、ね、小川真希のこととか覚えてる？覚えてるよ。登山部で一番美人だったし、その最後の登山の時も一緒だったし。あの事故以来か、このメンツで山の…おい事故？あ、ごめん、なんでもない。ほら、場を盛り下げんなよ。あ、そうだ、僕しりとりやろうよ。いいですね。うん、いくよ、しりとりのり。旅客機。キリギリス。すそ。遭難。あ、はいはい、欲しい、負け、負け。おい、なんで米田が怒ってんの？そりゃ怒るだろうが。なんだ、しりとりで無がついたぐらいでそんなに怒んなくてもいいだろう。そうですよ。そうじゃねえよ。じゃあなんで怒ってんの？俺らが今遭難中だからだよ。おー、あー、じゃねえよ。なんでお前ら遭難中なのにしりとりとか山手線ゲームとか昔の話とかやってんだよ。なんでそんな平気な感じなの？何一休みしてる雰囲気出してんの？怖くないの？ね、待ち時間もこの山小屋で待機してるけどさ。いや、なあ、そんなに騒ぐことじゃないと思う。怖いんだよ、その落ち着いた感じがさ。まあまあ、うるせえよ、近寄ってくんなよ。こういう時はね、音楽にかけるよ、音楽で気分落ち着ける。音楽、うん、いいのがあるんだよ、聞け聞け。なんすよ、はい、おい、切れ切れ。なんどうして、何がダメなんだよ。お前何かけてんだよ。このタイミングでアビマリア聞いたら天に召されそうになるだろうが。なんだよ、じゃあ別のやつですよ、跳ねる感じのやつ。跳ねるやつ。ああ、ああ、いくよ、はい。ピアノもダメだよ。すごい気分落ち着くけどさ、な。シーン。シーンさん寝ないで落ちて。お、やべ。今こっくりとサンズリバーが見えてた。知りかけてんじゃねえかよ。他にはねえのかよ。他？他はね。あれ？携帯に何入れてんの？あれ、なんか間違って変なの流れるなこれ。今のいつく用の音楽？音楽？お？あー、もうイライラすんな。イライラすんなよ。あのコーヒーさ入れてくるからさ。落ち着けるか。カフェインでどうにかできる問題じゃねえんだよ。まあ飲めよ。はい、落ち着くと思うよ。何これ、なんでアイスコーヒーなんだよ。ヤヌギ、なんで流れたんだよ。お前もアイスコーヒーもそうだけど他に何持ってきてんだよ。あ、いや、登山って
さ、何が起こるか分かんないからさ。あ、小村阪神時代年次はね、年を入れないとさ、これベンチャー企業の宴会でもらえる宴会でね、もらうやつとか、あとまあこれ大事だね。あ、これ安藤がエースやったこと。2007年、懐かしい。あ、今日ボルベン修士も、なるほど、やってないですね。やってないですね。まあ、ビーファイター、ビーファイター懐かしい、ビーファイター懐かしい。何入れてきてんだよ。すごい持ってこいよ。文句ばっかり言うなよな。さあな、しりとりも山手線ゲームもダメって。何やりゃいいんだよ。あ、じゃあ、さっき喋ってた小川真紀さん、小川真紀さんの話聞かせてくださいよ。真紀ちゃんの話、うん、どんな人だったんですか、小川さんって。それはね、とにかく美人。顔はね、アイドルっていう真帆ちゃんに上戸彩と剛力彩芽を足して2で割って、超美人じゃないですか。そこにね、秋田芸能バッて加えてで、山田花子と森久美子を加えて、で、そこからこう秋田芸能と森久美子と山田花子引いた、これなんか途中余計なスリッキがいっぱい入りましたけど、要するに超美人ってわけですね。あ、そう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 、多分ね、彩色兼備ってああいう人のこと言うんだろうね。やれだ、覚えてる。ああ、そんなやつもいたかな。でもほんと可愛かったよな。だってさ、マキちゃん見るために同じ授業を取るやつ続出したもんな確かね、なんだっけな、3つ下に妹はいるって言ってたけど、多分妹さんも美人なんだろうな。会ってみたいですね、小川さんに。それはちょっと難しいかな。今はすぐには会えないかな。大阪にいらっしゃらないんですか。まあ、大阪っていうか日本にいないかな。え、海外。もっと上。宇宙。その上。上、さらに倍。倍、もういいよ。なんだそのやりとり。遠い空の上に行っちゃったっていうか。そういうことですか。もしかしてさっきの事故っていうのは。うん、4年前の雪崩に巻き込まれてね。あの時は大変だったよな。真紀ちゃんのお父さんがショックで倒れるから登山部のメンバーでなんとか葬式あげたんだよな。で、離婚したっけ、マキちゃんの両親。なんかすいません。ほら、また暗くなる。やめようよこの雰囲気さ。ちょい、なんで何も喋らねえんだよ。喋らねえと怖えだろうがよ。なんか喋ってくれよみんな。おい携帯鳴ってるぞ。俺たちは今日どうしてもこの日に登りたかったんだよ。え、ヨネだ、覚えてる？今日は何の日？今日って4月1日だろ。そうだよ、ちょうどあの事故から4年経ったんだよ。え？米田さん、これ何かわかりますか？小川真紀の遺書だよ。小川は事故で死んだんだろ。ああ、雪崩で死んだのは事実だよ。でもその雪崩から逃げなかったのは真紀の遺書だよ。え？え？なんでわからないの。確かに真紀は4年前の雪崩に巻き込まれて死んだんだ。でさ、米田は真紀の葬式に来なかったな。なんで？それはその時部屋の整理をしていたらそれを見つけたんです。
なんで竹内さんがこれを持ってるのか。小川真希は私の姉です。でも名前、ああ、苗字が違うのは私が母に引き取られたからです。竹内、母の苗字です。言ったろ、真希には妹がいるって。まあ、気づくわけないですよね。私は姉のように美人ってわけでもないから。でね、妹さんにその衣装を見せてもらったんだ。中にはマキのいろんなことが書いてあったよ。米田と恋仲だったこと、米田との間に子供ができたことも、米田が浴びせたひどい言葉も、マキの無念も。まあ米田もマキ相手に二股するなんてひどいことするよな。姉は米田さんと真剣にお付き合いしていたことと、皆さんで行く最後の登山で死ぬって決めたことも書いてありました。まあ方法は決めてなかったんですよ。マキが穴の流れを利用して死んだことは想像に難くないよ。あの時はああするしかなかったんだよ。子供なんかできても俺にはどうすることもできなかった。母親のこととか泣き手をもらった企業のこととか考えると怖くて仕方なかったんだよ。そんな身勝手な理由で姉を傷つけたんですか。そうだよ。お前らに俺の気持ちが分かんのか。一体何なんだ今さらそんな話持ち出して俺にどうしろって言うんだよ。別に何もしなくていいです。ただ死んでください。あれ、米田どうした。眠い。ダメだよ、雪山なんかで寝ちゃ。ちょっと芯が伸ばした睡眠薬を切り替え、抵抗されると面倒でしょ。念には念を入れとかないとさ。でもまだ眠るのには早いよ。ちゃんと今日集まった理由を聞いてもらわないとさ。あ、そうだ、こういう時は眠くならないように山手線ゲーム、イエーイ。お題は今日集まった理由。せーの、登山、ベンチ、旅行、思い出作り、復讐、仕返し、完全犯罪。やめてくれ。